墨焼平古墳群は、愛知県豊川市東城町墨焼平にある古墳群。本宮山の南陸に広がる墨焼平から柿の木平にあり、墨焼平古墳群あるいは墨焼古墳群と呼ばれる。1952年に農林省の事業で開墾が進められた際に発見された。県道21号付近を中心とした。 墨焼き平から柿の木平にかけての南北約900メートルの範囲に40基が点在、そのほとんどは円粉だが1基の前方後円粉が含まれる。周辺ではそれ以前から開墾に際して土器などが出土したと伝わり、実際にはもっと多くの古墳があったとも推測されている。1954年に愛知県指定史跡に指定された5機以外は、 開発により消滅した。なお、指定外の最後の一機が近年まで残っていたようである。発掘調査が行われた古墳からは横穴式石室が見つかっており、その出土品からほとんどが6世紀後半から7世紀後半にかけて築造されたと考えられている。同古墳群で唯一の前方後円墳で古墳群の中の主張墳と位置づけられている。 1952年に発掘調査が行われ1954年に愛知県史跡に指定。天井部は失われていたが、横穴式石室が検出され、発掘後そのままの状態で保存された。現在でも地元農家のビニールハウスや畑に囲まれた中にあって露出した石室部を見ることができる。なお、紛糾の規模については、確認に使用した資料と、 現地看板に記された数値があまりに違うため、両方を併記しておくが、工述する数値などについては資料を参考にしている。墳球の周囲から列石が検出された。石室は全長7メートルの銅針型石室で西側に開口。床面は原質と沿道部を分ける段差があり、奥壁の高さは1.9メートルとなっている。出土品から他の古墳より、 築造年代が若干古い可能性もあると見られている。県道沿いに残る15号、及び17から19号分、県道21号の道路脇に残る4機の円墳で、発掘調査は行われていないため内部主体は不明。1954年に愛知県史跡に指定された。墳球の規模は約10メートルと言われ、19号墳については墳。 計16メートルとの推定もあるが、現状では大きさの違いを見て取るのは難しい。また、どの噴球がどの古噴に相当するのかは現地にも表記がない。1992年調査時、17号噴の噴居から一辺約1メートルの小石室を検出しており、同古噴に追走が行われた可能性が指摘されている。 20.21号分では噴球を囲む列席が検出され、噴、計8メートル前後とされた。他の多くも同規模と見られているが、必ずしも確認された数値ではない。発掘調査された古噴では、横穴式石室が検出され、ほとんどは全長約4メートルだが、5号墳では約7メートルの石室が確認されている。 調査されることなく撤去された古墳については、資料が残っていないため、詳細は不明である。出土品鉄鈴や、近藤草、鹿見関東などが注目されたほか、14号墳から出土した鳥中二月大付け壺は、愛知県の有形文化財に指定された。出土品は、愛知大学総合郷土研究所及び、豊川市民族資料館に収蔵されている。 ありがとうございます。